ハイチューブ TV。 先の方を矯正されてて、今回、擦りつけてしまうとダメージになっちゃうので、毛先はブロム酸と、ブロム酸をちょっと薄めてちょっと増粘させてですね、ブロム酸増粘させてちょっとブロム濃度もちょっと低くした状態で毛先を一回ブロックします。でそれから根元を、スペーラーを中心にやっていくんですが、毛髪の状態からするとスピエラだとちょっと難しいかなと思うんですけれども、スピエラで伸ばす方法をちょっとやっていきたいと思います。まあ場合によっては多分治療とかでやっていく方が多分ほぼ多いと思う状態ではあると思うんですが、あえてスピエラでちょっとやっていきたいと思います。でまあ塗装量をたくさんつけていかないとなんかしづらいんで、塗り分けがやっぱ結構基準になってくるんですね、短いので。で、この幅をどうやって塗っていくかというと、根元側の方がよりもう、薬の量をためて中間を少なくしてっていうのがまあベストだと思うんですよ。根元が薬が多くて根元中間が少ない、でこれをハケで塗っていくとハケによって毛先に薬が多くなってしまうので、つなぎ目のところが傷みやすくなります、オーバーラップしたところが。じゃあどうするのかっていうと、リンゴコームで塗っていくんですけど、ここでポイントがあって、リンゴコームの角度があります。これを45度まで傾けます。でこれ45度まで傾けるとどういうことかっていうと、これでちょっとしごくことによって薬剤が根元側にたまるんですね。っていうことは中間のところの薬剤が少なく根元の方の薬剤がちょっと多くなります。ですので、必要なところに必要な薬の量を置いていくことができるので、このリングコームの角度を45度に変えます。でステムは90度ですね。ステム90度の状態でリングコームを45度に傾けます。でその状態でしごいていくことによって薬が根元の方に溜まるようになりますね。でこれが逆にこっち側に傾けるとどんどん手前に来てしまってダメージにつながるので、このリングコームの角度はすごく肝心です。で、やっていきます。例えば、ちょっとかけたくないなっていう場所だったりはする場合は、もうブロム酸の、ちょっと濃度が薄い増粘剤を使ったもので保護しておくと、パーマがあまりもう常に乳液なんでかからないですから、乳液をつけておくってことも一つです。でまあ軟化チェックの方法いろいろあるんですが、まあ細かい、大体これだと8mm のロットをちょっと巻いて、軟化チェックをしたり、あとはコーミングで、大体このぐらいいけるかなっていうのを、まあ、感覚になるんですが見ていく方法があります。薬をより溜めることによって、軟化スピードが速くなりますので、薬剤がしっかりついてるかついてないかっていうのは非常に大きいと思うんで、ちょっと薬剤はケチらないでたくさん使っていた方がいいと思います。でこれでちょっと注意するのが、あんまりやりすぎると根元に薬溜まりすぎて根元からクレパツになりやすいので根元を開けてください。以上です。